いつもご覧いただきましてありがとうございます。株式会社イーコレ代表の一ノ瀬と申します。今日はですね、セミナーで講師をしないといけないとかですね、ちょっとスタッフさんを前に研修しないといけないというようなですね方で、ちょっと話術に自信がないとかですね、あとはこう、セミナーの前にですね、こうご自宅とか会社でも散々リハーサルをしたのに、いざね本番になるとこう聞いてる人がこう居眠りをしてしまったりとかで、ちょっと悲しい思いをしたことがあるというような方にですね、ぜひ聞いていただきたいお話になるんですけれども、自分のですね、プレゼン中にですね、こう参加者というか聞いている方をですね眠らせないちょっとした裏技のお話になります。これはですね、私が思いついた方法ではなくて、私が会社を始める前にですね、外資系の会社に勤めていた時にですね、そこの会社が大型店舗のですね運営をしておりまして、で店長とかですね、マネージャー以上ぐらいのですね幹部向けの研修というのは行っていたんですけれども、その幹部向けの研修というのがですね、やっぱり確かマクドナルドさんがですね、マクドナルドのスタッフ育成用にマクドナルド大学というね組織をお持ちだと思うんですけれども、私が勤めていた会社もですね、そういったこうマネージャー以上ぐらいの幹部研修をですねするための社内の部署みたいなのがあって、そこにですね、アメリカの方からですね先生がいらっしゃって、でその先生というのはですね、もともとその北米のですね、その私の勤めていた会社の店舗でですね、もういろんなお店で店長をですね、こう歴任して、それでその結果ですね、いい店長さんだということでですね、プロモートされて、で今度はですね、店長さんとかマネージャーさんをこう、教えるためのですね、先生になって、で世界各地のですね、店舗は、飛び回っているっていうようなですね、先生がやっていた方法になるんですけれども、やっぱりですね、アメリカ人っていうこともあって、基本やっぱりテンション高めで、なんかウェーみたいな感じでですね、入ってきて、で、お仕事上もですね、やっぱりその、幹部研修というのはですね、丸1日ぐらいあって、その間、こっちは日本人なんですけど、向こうはアメリカ人なんで、ずっと英語でですね一日中こう喋られると、結構嫌でも寝てしまうというかですね、でそんなですね、状況の中ですね、私たちを飽きさせないようにですね、いろんなことを、パフォーマンスを、やってくれていたわけなんですけれども、そのパフォーマンスの中でですね、一番効果が高いんじゃないかと思った方法がありまして、私もですね、会社を作ってから商工会議所的なところでですね、セミナーなんかでお話をさせていただくときにですね、その同じ技を使わせていただいたことがございます。その技というのがですね、こちらなんですけれども、ちょっとした小道具でですね、これは100均とかでもいっぱい売ってるんですけれども、ちっちゃい子どもさん向けのですね、ゴムボールで、なんかよくキッズスペースみたいなところでですね、こんなボールがいっぱい入ったプールみたいなのが、やわやわのですねゴムボールなんですけれども、これを使うわけなんですね。でこれをどのように使うかというとですね、最初にですね、セミナーの冒頭ぐらいでですね、これはですねアンサーボールですって言って、アンサーっていうのは英語で答えるっていう意味なんですけれども、これアンサーボールで、セミナーの途中でね、このボールを会場に向けて投げますので、このボールをですねキャッチした方はですね、その人が答えないといけないっていうね、そういう決まりで今日はやりますからみたいな感じでやってですね、で、このゴムボールが柔らかいのがいい点はですね、万が一ですね、ちょっとコントロールがずれて、誰かに当たってもそう大したトラブルにならないということとですね、あとはやっぱりこう会場のこう照明とか天井に間違って投げてですね、ガシャンみたいなことにならないので、なんで野球ボールとかですね、そういう硬いボールはやめた方がいいと思うんですけれども、あと会場の都合でですね、
こういったパフォーマンスが許されない会場というのもあると思うので、その、会場の、許容次第というところはあるかと思うんですが、でこれをですね、要所要所でですこうだれてきたなみたいな時にヒュッて投げたりとかですね、あとは、もういろんなパフォーマンスをやってまして、こんな感じでですね、自分がどこに投げるかわからないみたいな感じで投げたりとか、あるいはですね、こっちに投げると見せかけてこっちとかですね、なんかフェイントをかけてきたりとかですね、あるいはですね、こう後ろを向いてこうどうしようかなみたいな感じでピュッて投げたりとかですね、そんな感じでですね、ゲームのように、楽しむことができて、で会場もですね、ちょっと別の種類の緊張感がですね、なんかピアッて、なんかボールいつ飛んでくるかわからないみたいな緊張感なんですけど、なんかピアッと緊張感が、あって、で居眠りする人もですね、私がセミナーで真似させていただいた時も少なかったように記憶をしてます。で一つですね、工夫しないといけないかなと思うのが、もう全員が全員ですね、なんて言うんだろう、こう消極的ではなくて、やっぱりこうセミナーってですね、積極的に参加したい方もいらっしゃって、なんか自分が答えたいのになみたいなこう方もいらっしゃると思うんですね。なんでそういう気配をですね、見逃さないように、積極的にですね、参加したいというか発言されたいみたいな方にがいらっしゃるような場合はですね、その人にもこう振りつつ、会場全体をですね巻き込むためにボールも投げつつみたいな感じで半々ぐらいでですね、使ったらいいかなと思うんですけれども、こういうですねちょっとゲームっぽい、ことを取り入れることによってですね、もうずっとなんかやっぱり学校の授業みたいにこう聞きっぱなしのセミナーはですね、もう誰しもが飽きると思うので、若干ですね、遊び心を加えてですね、セミナーの時間を、お互いにですね、こちらも聞いてくださる方も楽しく過ごせたらいいかなと思いましたので、ちょっとこの方法をですね、皆さんにご紹介させていただきました。またいろんなですね、動画をアップしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録をしていただきまして、次回の配信をお待ちいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。